蓮華経南無妙法蓮華経。ご一同にお参詣ありがとうございます。本日はお任せの信心というタイトルでお話をさせていただきたいと思います。まずは海道上人のご指南に、信と任とは同意なり、信と任とは同意なりと仰せですから、この信じるということはイコールお任せをすると、つまりご信心の根本はお任せにあるわけでございます。ああしてほしい、こうも叶えてほしい、そう願いを持ってお題目をお唱えいたします。でも時には自分の思い通りにならなかった、そんな時はあります。でもその時、ご法然に対して不審に思ったり、叶えてもらえなかったなどといったように愚痴をこぼすようでは、それでは本当の意味でご法然にお任せをしたということにはならないわけでございます。昔中国のある高僧に、偉いお坊さんに、ある人が、仏教ではお任せという言葉を使うが、一体お任せというのはどういうことですか、そう尋ねたんですって。するとその高僧は、尋ねたその人を木に登らせて、でまず左手を離しなさい、離して、で次に左足を離しなさい、で次には右手を離しなさいと言ったんです。するとその人は、なことしたら木から落ちてしまうではないかと叫んだ。すると高僧曰く、私が右手右足、左手左足、両手両足を離しなさい、そう言ったときに離せるほどに徹底的に信じて、命をかけても任せきることのできる、これを指してお任せをしたということです、そういうふうに話したそうでございます。つまり任せるということは、そこに命をかけると、命がけということでございます。そこにはもう自分考えとか凡夫考えがちらついているようでは、それでは任せたということにはならない。とにかくお任せするというんだったら、もう一生懸命お願いをして、一生懸命お題目を唱えて、こうしてお参詣に励む、で結果はすべてご法然にお任せをすると、それがお任せということです。一生懸命お願いをして、苦笑三経にと励んで、であとはもうご法然にお任せをすると、でたとえそれで不本意と思えるような結果になったといたしましても、後から振り返って、あれでご利益だったんだ、あれはあれでよかったんだ、ちゃんとご法然様は先々のことまで考えてくださっているんだ、そう思えるご利益もあるわけでございます。後から振り返って、あれでよかったんだと、そうご利益もあるわけですから、ですからどうぞお互い日々の信行の功徳によって、どうぞお任せの信心になりきることができるように、我が信心を日々鍛えるということが大事になるわけでございます。一つ体験だ、今日はご紹介をさせていただきたいと思います。これは東京の陰陽師所属の高木由紀さんとおっしゃるご信者さんの体験談でございます。現在高木由紀さんは、ホームヘルパーの会社で、責任者として、働いていらっしゃるそうでございますけれども、去年の1月に、事情があって前の会社を辞めることになって、でそれからご法然に再就職成就のご祈願を挙げていらっしゃったわけです。しかもご自身としてはご奉公ができるようにということで、だいたいご奉公は
土曜日日曜日に集中しますからね。ですからご奉公ができるように土日が休みの会社で、で福祉の仕事に携わることができて、しかも人間関係のいい会社が見つかりますようにと、まあ、そういうふうにまあご祈願を具体的に挙げて、で日産を続けられたそうです。で職業安定所に行って、で、まあ、今の会社の求人を見つけたそうですけれども、ただその会社の求人が出たのが2ヶ月も前だったんで、ですから、まあ、もう無理かもしれないけれども、まあ、一応連絡してみたら職安の人に言われて、で、まあ、ダメ元で電話をしてみたんです。そしたら、まあ、とりあえずじゃあ面接に来てくださいということで面接に伺って、でそれからなぜだかすぐに採用が決まって、で、まあ、3月の21日から来てほしいとそう言われたそうなんですって。まあ、こんな就職難の時代に即採用が決まるなんてもうまさかと思ったそうでございまして、しかも高木さんよりも前に面接に来た人に内定を出したのに、その人よりも高木さんの方を気に入ってくださったようでございまして、で無事に入社をするということにはなったわけなんです。ただ3月の21日というからにはまだ2ヶ月も先であって、で、まあ、生活費とか、あとお寺のご融資とか、まあ、どうしようかなと思っていたんですけれども、まあ、あれこれ悩んでもまあ仕方がない、とにかくもうご法然にお任せをしようということで日産を続けておられましたところ、これも会社の方から電話があって、よかったら1ヶ月早く2月の21日から来てほしいんですけれどもと、まあ、そういうふうな連絡があったそうでございまして、まあ、それこそ恐ろしいくらいのご利益お計らいの連続で、で今の会社に勤めることができたそうでございます。まあ、こうしたように私たちもまずはご法然に叶えたい、こうさせてください、具体的にお願いをする、そしてお題目を唱え、またこうして日産も続ける、であとはご法然にお任せをする、こうすればこの方のように恐ろしいほどの尊いご利益を次々と頂戴することができるというわけでございますから、どうぞお互いお任せの信心がしっかり身につくことができますように、互いに進め励まし合うことの大事さを今日は学ばさせていただきます。ご訪問でございます。最後街道省に次のようにもご教化下されておられます。ご教化に恐ろしく尊き者か妙法の苦笑の力目に見ゆるなり、恐ろしく尊き者か妙法の苦笑の力目に見ゆるなり、本門八本書見上行書蓮本人下首の南無妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙蓮華経、南妙法蓮華経、南妙